海上自衛隊磁気最上型の全容を入手したよ。三菱の悪魔的な建造スピードに中国も驚くほどだね。次は海外輸出を念頭に、建造計画が進み出すらしいな。今回は磁気 FFMAAW の性能を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年11月7日から9日までオーストラリアのシドニーにある ICY シドニーで開催されたインドパシフィック2023に、現在防衛装備庁と三菱重工業が開発を進めている FFM に代わる、次世代主力護衛艦となる新型の水上戦闘艦 FFWAAW の模型展示を実施したよ。インドパシフィックはインド太平洋地域における最大規模の展示会の一つで、自衛隊で運用する装備品の魅力や、高い技術力を官民一体となって広く発信し、諸外国との防衛装備技術協力を推進することを目的として、今回は防衛装備庁と三菱重工との共催でブースを出展したもので、新型水上戦闘艦 FFWAAW の輸出を視野に置いた展示参加として注目されているな。海上自衛隊に現在配備が進められている FFM は、これまで海上自衛隊には配備されていなかったフリゲートを表す、カンタネ記号 FF に、多目的に対応する多機能性マルチパーパスとキライマインの M を足したもので、現在は1番艦モガミ2番艦クマの3番艦の白4番艦ミクマまでが収益して配備され、6番艦アガの7番艦ニヨド8番艦ユーベツが浸水して偽装中であり、さらに9番艦と10番艦の建造が竣工されているね。モガミ型護衛艦は基準排水量3900トン満載排水量5500トン全長 133.0 メートル。最大幅 16.3 メートル深さ 9.0 メートルの艦隊で、機関方式はディーゼルエンジンとガスタービンを組み合わせた CODAG 方式で、MT30 ガスタービンエンジンが1機と、MAN車12V2833DSTC ディーゼルエンジンが2機によって7万馬力を発揮し、2軸のスクリュープロペラで最大速力30ノットでの航行が可能なんだって。また乗組員は約90名と少なくこれまでの同クラスの護衛艦の3分の2から半分程度の人員で送還が可能であり、このことで慢性的な人員不足に悩む海上自衛隊が必要な護衛艦数を確保することができるぜ。搭載される兵装は、62口径5インチ砲127ミリ単装砲台機器に国産日本製鋼所製の、遠隔操作式無人銃か RWS が2機搭載され、そこには 12.7 ミリ機関銃が装備されているみたい。また、航空機は SH-60 軽哨戒ヘリコプター1機が搭載可能だぜ。股間の対空兵器として近接防空ミサイルシーラム11連装発射機1機が搭載され、対水上艦攻撃用には対艦誘導弾17式艦対艦ミサイル SSM-4 連装発射等2機、潜水艦攻撃用として、324mm3 連装単魚雷発射艦2機が搭載されているほか、対空対艦対戦攻撃用ミサイルいずれにも対応可能な、MK-41 垂直発射装置 VLS-16 セル1機の搭載が計画されているものの、それに搭載するミサイルの種類に検討が必要とされたことと、世界的な半導体不足などの影響を受けて VLS や関連する機器の納入が遅れていることなどから、現時点では8番艦ユーベツまで後日装備とされていて、VLS 搭載後には中距離対空ミサイルや、丸7式垂直発射魚雷投射ロケット7 VLA などの運用が予定されていると見られているな。また、FFM の M を意味する機雷船には、対機雷船ソナーシステム OQ-91 が搭載されるほか、無人機雷排除システム用水上無人機 USV と機雷捜索用無人機 UUV などが搭載され、これまで掃海艇が担当していた、機雷掃海も担うことになるほか、簡易型機雷敷設装置を搭載され機雷の敷設も行えるようになったらしい。さらに電子戦にも対応可能で、NOLQ3E 電波探知妨害装置が搭載されているようだ。このモガミ型は当初計画では22隻の建造が計画されていたが、当時は三菱重工業が主契約者として、
自社の長崎造船所で建造していたほか、三井 E&S 造船を下請負者として同社の玉野幹線工場で建造を担っていたものの、三井 E&S 造船が艦艇造船事業を三菱重工へ譲渡したことに伴い、すべての FFM が三菱重工グループで建造していたんだけど、そこに三菱重工業が FFMAAW の建造を担当することになったため、最上潟護衛艦は12隻を持って建造を終えることになったよ。次世代護衛艦となる FFMAAW の AAW とはアンティエアウォーフェア対空戦を意味していて、この新型護衛艦では搭載される兵装は最上潟とほぼ同様になると見られているんだけど、VLS のセル数が最上潟の16セルから32セルと倍増されることが明らかにされており、そこに中射程艦対空ミサイルを搭載することによって、敵戦闘機から発射される空対艦巡航ミサイルや、地上発射型の地対艦巡航ミサイルなどを遠距離から迎撃する能力が高まり、最上潟護衛艦では不足しているとの指摘があった対空戦闘能力が強化されることになるんだ。また FFMAAW は最上潟に比べて基準排水量や全長が増加していて、基準排水量は最上潟の3900トンから4880トン前後に増加となり、全長も 133.0 メートルから約142メートルとされていて、これまでの汎用護衛艦 DD のサイズを上回る大型化が図られ、このことにより航続距離の延伸や、乗組員の居住性と耐候性などの向上が期待されて様々な任務に対応できるようになるとされているぜ。そして最上潟と同様に、レーダー反射断面積 RCS を低減するために船体はステルスの高い形状や、マストのデザインとなっていて、特に最上潟の外観上の特徴でもあるユニコーンの角のような形のマストは、レーダー波を散乱させるだけでなく電子線や通信などの機能を備えているらしい。防衛省ではこの FFMAAW を最上潟に変えて12隻の建造を計画していて、最上潟が1年間に2隻建造されていたペースよりも早く、2024年度からの5年間で12隻を建造することになっており、2025年度予算の概算要求で FFMAAW2 隻の建造費1474億円が計上されたんだ。ところで防衛省は2023年6月、最上潟護衛艦2番艦の熊野を約2ヶ月の前インド太平洋方面派遣任務につけて、海上自衛隊の技量の向上と相互理解の増進、信頼関係と連携の強化を図るとして、フランス海軍インドネシア海軍などとの共同訓練を実施させたほか、シンガポールマレーシアインドネシアに寄港させて各国海軍との意見交換や友好親善訓練をも図ったよ。しかし、この長期派遣には別の目的もあったとして軍事専門家などが指摘していて、それは最上潟護衛艦の設計ベースとなった。30FFM をインド太平洋地域各国に売り込むためのセールスプロモーションという側面があったらしい。その根拠として防衛省では熊野を、シンガポールでは5月4日に開催された、国際海洋防衛装備品展示会 IMDEX アジア2023へ参加させたほか、マレーシアでも5月30日にランカウイ島で開催されたランカウイ国際海洋航空宇宙装備品展示会へ参加させて、インド太平洋地域各国の海軍関係者が多数集まるこれらのイベントでの売り込みを図ったとされているな。また最上潟を建造している三菱重工業もまた、日本の防衛セキュリティ装備の展示会である DSEI ジャパンなどで、30FFM の模型展示などを行っているほか、防衛装備品の輸出を司る防衛装備庁も2022年12月にベトナムの首都ハノイで開催された。防衛装備展示会のベトナム国際ディフェンスエクスポにおいて、30FFM のプロモーションビデオを放映して、ペーパークラフトを配布するなどの活動をしていたぜ。そして、これらの展示会におけるプロモーションはそれぞれ反響があったとされ、熊野が5月9日から11日まで、インドネシアの北ジャカルタにある単純プリオク港に寄港した際の話として、菅基地に寄港した後に艦長の桜井敦氏に東海佐が、最上型 30FFM の優れた先進性技術力消費とか対応について紹介し、理解を得られたと述べているね。しかしながら、
防衛装備移転三原則が整備され防衛装備品の輸出への道筋ができたとはいえ、30FFM の完成品を輸出するには様々なハードルがあって困難が予想されることから、日本政府は現時点ではユニコーンと呼ばれる電波アンテナが統合されたマストの輸出を進めていると見られているぜ。海外に兵器を輸出した経験がない日本は技術的には十分競争力があり、法的な制約が小さいユニコーンのような新技術の輸出は現実的との声が多く聞かれ、将来的に防衛装備品輸出を拡大させるための最初の一歩としては適切とする見方が広がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。